ドジャース大谷翔平投手はメジャー7年目で初のポストシーズンを経験。5日、同6日の第1戦では同点スリーランを放つ活躍でチームを勝利に導いた。この日は米大持セレブが数々来場して話題に。凄すぎる、素晴らしいと反響が止まない、写真、スターも、虜りこ、大谷翔平とハリウッド俳優のツーショット。ドジャースは5日、 同6日の本拠地パドレス戦がポストシーズン初戦となった大事な一戦を見ようとドジャースベンチが目の前の三塁側のネクストバッターズサークル付近ではサイ・ヤング賞3度の OB サンディー・コーファックス氏や NBA レイカーズで活躍したマジック・ジョンソン氏が観戦また世界的人気俳優のブラッド・ピットも帽子をかぶって声援を送る姿も中継映像に捉えられていた海外史 マルカによると、ブラッド・ピット・ジェイソン・ベートマンの名俳優、女優のガブリエル・ユニオン、NBA 関連ではドウェイン・ウェイド、マジック・ジョンソン、ココービー・ブライアントの妻であるバネッサ・ブライアントらが参加していたという。また、米人気俳優で映画監督のロブロー氏も自身の SNS で観戦していたことを報告し、大家の本塁打に、ザ・ゴート、史上最高、 翔平大谷がポストシーズンデビュー戦で一撃を放つ。と投稿していた、ハリウッドセレブラが続々と集まったことに日本のファンも大興奮していた様子。待って、ブラピ、そうそうたるメンツ、すごすぎる、さすが、やばすぎて草と反響があった。第2戦はパドレスダルビッシュ有投手が7回1失点の好投を見せ、大谷も4打数無安打に封じられて2の10で大敗。 第3戦は5、6で敗れ、ドジャースは王手を先にかけられた。果たして第4戦に勝利し、再び本拠地へと帰ってこれるか。その時は第1戦以上の注目を集めることは間違いない。